日本国民の皆様、ただいま福島駅に到着いたしました。本日は見事に晴れ上がっております。日本国民の皆様、6月11日から6月11日全世界全日本1000万人脱原発デモから1週間が経ちました。本日6月19日は福島反原発行動でございます。日本国民の皆様、福島駅です。ようやく福島駅に到着いたしました。福島駅、東口前広場でございます。6月11日全日本全世界1000万人による脱原発反原発デモから1週間が経ちました。本日6月19日はいよいよ福島現地における脱原発行動でございます。それではインタビューしてみましょう。宣伝活動を行っております。新潟から来た若き女性の方にですね、それからインタビュー。新潟なんです。長野ですね。お嬢さん、今日の、チラシですね、はい、宣伝ですね、はい、お願いいたします。ぜひ19日福島、本日ですね、これから本日から来てください。はい、はい、私ここ出身なので。あ、そうですか、はい、本当に福島がこれ以上汚染された。そうですか、私栃木出身なんですよ。あ、そうですか。ですから、いつも会津藩のことはですね気にかかっておりました。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。労働者の団結で原発、労働者の団結で頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、失礼いたします。福島市でございます。福島市の、繁華メインストリートでございますね。集会場が見えてまいりました。本日の集会場が見えてまいりました。皆さん宣伝活動を行っております。本日の集会場が見えてまいりました。はい、集会場が見えてまいりました。福島県福島市でございます。6月11日全世界全日本反原発1000万人デモから1週間。本日は福島県地元6月19日、反原発デモでございます。福島にやってまいりました。集会場が見えております。ただいま12時13分でございます。福島市にやってまいりました。集会場が見えております。6月11日全世界全日本1000万人反原発デモから1週間。本日は福島県福島市の怒りの福島大行動でございます。現地にやってまいりました。続々と集会の参加者がですね、結集しております。はい、集会場にやってまいりました。もうすでにですね、参加者が結集しております。福島大行動の集会場には続々と参加者が集まっております。では、いろいろ、横断幕を見てみましょう。労働者の民の力を合わせ原発止めようでございますね。はい、ありがとうございました。子どもたちの未来を奪うな、すべての原発をなくせということでございます。仕事をよこせ、生活を守れ、労働組合をよみがえらせようでございますね。はい、震災開港許さない、仕事をよこせ、生活を守れということでございます。こちらには、小沢一郎総理、総理、
大陣営という横断幕が貼ってあります。ただいま12時20分、集会場には続々と全国から、参加者が結集しております。福島県福島、6月11日、全世界全日本1000万人による脱原発反原発、行動から1週間が経ちました。本日6月19日は現地福島での、大行動でございます。ただいま映像をお送りしております。はい、ただいま福島県福島市でございます。6月11日、全世界全日本1000万による脱原発反原発デモから1週間が経ちました。本日は福島県福島市における現地行動でございます。放射能に未来を奪われてたまりか、すべての原発を止めよう、6.19 怒りの福島大行動でございます。今続々とですね、参加者が結集しております。それではですね、インタビューを試みてみましょう。先ほど昨年の小沢一郎知事から知事デモからデモで毎回会っておりましてですね、埼玉入りまでデモを試合しました。田中さんが見えておりますので、ちょっとインタビューしてみます。はい、お疲れ様です。じゃあ田中さん、本日のですね、6月11日新宿、反原発デモお疲れ様でした。あれすごかったな、6月11日、はい、デモデビューしたやつがいっぱいいたな。そうですか。新人が、はい、あれが最高。で、私田中さんの文章も読みましてですね、実に素晴らしい、文章でございました。じゃあ田中さん、ですね、本日のですね、福島県現地におきます決意をお願いします。ここはですね、福島第一原発から60キロ離れているということでございます。60キロだから、はい、今日デモに出て、はい、これから30キロ圏内に明日入っちゃって。そうですか。はい、で、あの辺の様子を、おまわりをいっぱい伝ってるっていうから、はい、チャリンコで脇道に入り込んで、そうですか、入ってみようと思ってます。そうですか。いや、さすが田中さんですね。田中さんは明日福島第一原発の近くまで川俣っていうところを通って、はい、川俣に食い物売ってるから、はい、そこからそこら辺を拠点にして、はい、テント張って、そうですか、なんとか入ってみようと思ったんだけど、どうなるか。頑張ってください。私は今日帰るんですけども、じゃあ田中さん、ブログでの報告をぜひお待ちしております。よろしく。はい、埼玉にはの田中さんでした。ありがとうございました。ただいま12時、43分でございます。集会はですね、13時から開催されます。本日はこのように見事に晴れ上がりました。続々と参加者が参加しております。6.19、すべての原発を止めよう、怒りの福島大行動でございます。